お？誰だ？私に何か用か？動かないで。動くな、だと。誰の差し金だ？リシア。安心しろ。ちょっとしたトラブルさ。って、何するんだよ。これを探していたのですね。はい、どうぞ。小腸？私の頭に止まってたのか？あなたは。お久しぶりですね、レイラさん。友達か？あ、もしかして前に言ってた。おい、お前ら、いつの間に知り合ってたんだ？ああ、だいぶ前からだよ。初めての無憂から目が覚めた時、なぜかアール村にいたの。その時、キャンディスさんのお世話になって。ええ、具合があまり良くなかったようなので、食べ物をご馳走したんです。その時、レイラさんからはいろいろと難しい話もお聞きしました。占い、夜空、夜星、どれもロマンチックな響きです。あ、それよりも、この蝶々はいりますか？この子を追って走っていらっしゃったのが見えたのですが、私には必要のないものです。あなたもいらないようでしたら、このまま放ちますが。遠慮するな。受け取ってくれ。迅速飛翔ってめちゃくちゃ素早いのに、あんなに簡単に捕まえるなんて。そうですか？私はそれほど早いとは。逆に傷つけてしまわないか心配でしたよ。何事もなく捕まえられてよかったです。さっきは悪かったな。いきなり近づいてくるもんだから、てっきりどっかからの刺客かと思ったぜ。まあ、目に夜更かしのクマがある刺客なんていないか。あんた、試合に参加してるのか？それがどれだけあんたにとって重要だとしても、休息はきちんと取れよ。はい、気をつけます。ありがとう。